おっちん、大丈夫かお前。それじゃ薬を使ってみるよ。近くない？食われるぞ。あんまりおっちん舐めない方がいいよ。あ、戻った。最初の尻尾に戻ったんだ。じゃあ次はモスですね。あ、モスも？お前は別にいいんじゃない？え、モスには効果がない。さようなら。あ、この子の葉っぱ生まれつきなんだ。じゃあ別にいいんじゃないの？いや、いいんだよ、コリー君。もともとこの星で育った子だ。我々の都合で振り回すのは申し訳ない。ここにいるのがモスの本来あるべき姿なのだ。まあ、こういう犬がさっきのボスみたいに成長するんじゃないのかな。お互い帰るべきところがあるということだ。さあ我々も帰ろうではないか。総員、帰還準備につけ。ルッペ、よし。え、待って、これ帰っちゃう。あれあれ帰っちゃう。お宝、あれ大丈夫？あら、セーブしました。あ、あれえ、お、終わっちゃう？船長、ちょっと待ってくれますかね。あー、お宝まだ回収してないのあるんで。そうだよ、葉っぱ陣も直してないじゃん。あ、体勢を整えたらすぐ戻ってくる。それまでだ。シェパード号発進。はい、コピーでーす。もう飛べよ。飛ぶとこ見せてくれ。あ、モスが加わった。ピクミンたちをまた会おう。こっち見てる。あ、オニオンも行っちゃう。白と紫ある。ええ、あら聞いてないぞ。どっから出てきたお前ら。羽飛んでる。おい、光ピクミンどうしたんだよ。光ピクミンを出せ。あ、モスがリーダーになるのかな。そうだよ、お前ら一緒に暮らせよ。じゃあな、元気でな。バイバイ。あー、ピクミン、あー、いるわ。仲良くな。お前はもう負けたんだからな。もう王じゃないんだ。惑星 PNF404 は青かった。こうして私は、あ、これオリマーの最初のナレーターにつながるのかな。レスキュー隊の活躍によって無事に帰還できたのだった。うわ、ジエンド、かっこよ。かっけえけど、まだ終わんないよ。もうちょっとだけ続くぞ。またエンドロール流れる？飛ばすよ。あ、さて、次はどの話をしようか。あら？あ、なるほど、僕らの冒険はまだ終わらないぞってことを言ってんのかな。お宝図鑑あと2個なんだよな。プレイ時間27時間。まあ、なんだかんだ言ってたけど結構かかったね。まあ、もちろん死んだ数はゼロ。え、大丈夫？ああ、びっくりした。よかった。ピクミン3はさ、エンディング見たら終わりだからちょっとヒヤヒヤしてたんだけど、まあ最後のお宝回収しに行きましょう。アルバム？どうした、みんな帰還準備が終わってないようだが。やっぱり治療してない人たちのことがみんな気になる。あー、これさ、なんか 100% クリアしたらイベント起こるんじゃね。じゃなきゃこんなセリフ出てこないでしょ。あ、オリマーのね、まあ、ちょっと全部終わってから話そうと思ってたんだけど、オリマーが
遭難するまでの道のりみたいなサイドストーリーがあるので、それもやろうと思ってる。まあ、とりあえず今回のパートは全員治療してお宝全部集めるまでやります。で、あのさ、紫ピクミンと白ピクミンのオニオンどこ？はい、皆さん見てください、この圧巻紫一色。100匹集めたんで、どこだっけ、金塊取りに行こう。よし来たぞ、行け。すげえな、カウントが進んで、みんな運んで、あれ24匹どこ行った？よし、1000分の1000。激辛を使います。頑張れー、運べ運べー。僕たちピクミン、あなただけについてゆく。今日も運ぶ、戦う、増える、そして食べられる。これいける、くそ。あ、コンプリートした、魅惑の輝きシリーズ。これで最後のお宝を回収と。全部揃ったよ、おっちゃん。古代の神秘シリーズコンプリート。エリアの調査率 100% 達成だ。帰ろう。金の飛び箱、やっぱ1000だ。幸運マネキン42,966、コンプリ。うわ、全エリア調査コンプリート、嬉しい。はい、全員救助しました。あの夜の探索してたら急にこのメッセージ出てきたんだけど、いや難かったね。4回5回くらいリセットしたな。ということでメインミッション全てクリアすることができました。時間かかってしまったけど、最後の2人を救助して、フォークとスプーンかボルマス、バッテリーが少ない。治療コンプリート。ふう。あ、なんもないのね。犬プー。で、当初の目標だった、違う、ミッションじゃないでしょ。わかった、プハニ。見てくださいよ、原生生物図鑑もコンプリート。ヤタノワスレイヌ、ヤマタノオロチ的な、犬神のツカハシメ。あ、すげえ、やられたピクミンって書いてある。まあ、ゼロなんだよな、ぜ。まあ、ここ。あ、ドタロガチで会ってたの？え、めっちゃ適当に呼んでたんだけど、ドトロなのこいつ。怖っ。恐怖を感じた。やられたピクミンはもう全部ゼロや。でもゼロ以外見えないからね。すげえ。つえ。1ってなってたら怖いけどね、逆に。タクタクッソブリダーイ、ブリダーイ。お宝ももちろん全部揃ってます。あ、オルゴール聞こうぜ。いや、オルゴールまだ最後でいいや。お、ワンちゃん、これなんだろう、ニンテンドックスかな。意外と時間かかってたね。まあ、約30時間、ゲームとしてはちょうどいい塩梅でしたね。まあ、ぶっちゃけね、難易度としては一番簡単だったまである。うん、3と比べてどうだろうな。システム的な面でかなり修正されてて、その分敵はちょっと強かった。いや、でも沼嵐ほどの敵はまあいたっちゃいたけど、システムをちゃんと分かってれば倒せた敵なので、そんなに強くなかったかなと思います。段取りバトルはね、やっぱり難しい。うん、このゲームの一番の難しいのは段取りバトルだと思ってる。早くね。なんでこんな早いの。どうした。ああ、速度変えられるのね、びっくりした。これ嵐の歌っすね。だけどさっきも言ったように、まあ、まだ実況もうちょっとだけ続きます。オリマーの冒険譚を見るのと、まあ、段取りの方は他のなんだろう、まあ、攻略動画じゃないけど、まあ、ただのプレイ動画として、まあ、そっちの方もぜひチェックしていただければと思います。ということで、まあ、ストーリー的には犠牲ゼロ縛り、ここまでで終了となります、完全に。ご視聴いただきありがとうございました。あのね、ピクミン3から始まりましたけど、あ、もちろんピクミン1、2やるんで、また来年かな？うん、1年に1回やろうか。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。さようなら。